どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんはりです。さあ本日は2月の8日土曜日、遊戯王オフィシャルカードゲームデュエルモンスターズレアリティコレクションプレミアムゴールドエディションがね、発売になりましたということで、まあ、いわゆるレアコレっていうやつですね。まあ、リンクスで言うところのなんかセレクションボックスみたいなやつで、まあ、すごいレアリティの、高い、買った、まあ、手に入りにくかった、まあ、手札誘発系とかね、あとなんかサイバードラゴンインフィニティとかも入ってるらしいんですけども、まあ、そういうね、なんかレアリティの高いカードが入ってるということで、こちら開けていきたいなと思います。とりあえず3ボックス。もうちょっと買ったんですけど、別々で買ったんで、アマゾンさんからまだ、全部取れてなくて、まあ、とりあえず3ボックス開封していこうかなと思っております。何種類なんだ？ウルトラレア15種類、スーパーレア35種類、1箱で50種類全部は揃えませんと。全50種にシークレットレア仕様と、コレクターズレア仕様が存在しますと。ウルトラレアカードにはプレミアムゴールドレア仕様も存在しますってことね。まあ、いわゆる手札誘発の、誘発娘たち。なんかね、新しい絵柄、イラストになってるらしいんですよ。まあ、その辺にもちょっと注目していきながら。開けていきたいなと思ってます。15パック入ってるのかな、15パック入ってると1パック4枚ということですね。さあそれでは1ボックス目内容を見ていきましょう。まずね、アビスから入ってるっていうね、これ結構シングル買いしてもそこそこ高いんですよね。こういうカードってアビスはね結構何枚持っててもありがたいカードなんで。お、抹殺の示してきました。これ V ジャンプの付録でついてきて、僕ね20冊ぐらい買いましたかね。V ジャンプ確か20冊かなんか買ったと思うんですけど俺。なんかそんな買う必要あったな、ここに入ってくんだったらね。で、インフィニティの、なんかインフィニティのイラスト違いが今回あるんですって。で、ミレニアムアイズサクリファイス。お、福音。美しいね。美しいですね。ブルーアイズデッキに。俺ノーマルだったかな、持ってたの多分。ノーマルかなんかしか持ってなかった気がするから、やりました。で、ガメラ。で、ウララ。まあ、こういうのが、なんか簡単に、出てきちゃうっていうね。このボックスすごいですよね。シングル買いしたらいくらだよみたいな話あるじゃないですか。こういうのって。なんか結構こういう、なんか買っただけでアドのボックスみたいな話らしいですよ。今回の。で、超融合の、シークレットか。あ、かっこいいじゃないですか。なんかちょっと光り方、なんか違う？いつもと。気のせいか。ギラギラ、光ってる気がするけど。気のせいかもしれない。美しい。これはもうほんとドラグンオブレッドアイズデッキに必ず入ってると。今。で、これも V ジャンプのフログですね。これもちゃんと買いました、私は。で、着替える。着替えるに関しては、僕、デュエルリンクス、主にやってるんですけど、着替えるのね、ボックスあるんですよ、デュエルリンクスにも。あれね、20万ぐらい向いて、プレミアム加工の着替えるが1枚出るっていう、なんか奇跡の引き読みしました。僕はだから20万円の着替えるのプレミアム加工を持ってます、リンクスでは。で、ですが、お、来たぞ。美しい。非常に美しい。うららさんの、これが何？プレミアム？ゴールド？レア？じゃあ、プレミアムゴールドレアか。プレミアムゴールドレア。見てください。なんかちょっと、やっぱこの金色となんか合ってる感じしません？このなんか硬化モンスターのこの色ね。かっこいいじゃないですか。ちょっとこう、浮き出てる感じですね。アルミラージも結構ありがたいね。で、愚かな服装も入ってると。お、来ました。花水木。まあ、誘発系のモンスター。結構高いんじゃない？これ。これも。お、カックリオの血桜。なんか、高そう。わかんねえけど。値段よくわかんねえけど。来た！竜騎士、ブラックマジシャンガール。このなんかイラスト違いが入ってるっていう噂っすね。これ多分今、元々のイラストだと思うんですけど。ね、効果結構強いんですよね。でもティマイオスの効果で特殊召喚できるんだけど、手札を1枚墓地送るとフィールドの表側のカードを1枚、破壊するよと。で、なんか相手ターンでも発動できるよっていう効果なんで。まあ、そこそこ、うん、いい感じ。あ、来た！イラスト違い！雪うさぎ。へぇー。シークレットなの？これ高いんじゃないの？これ。高いんじゃないの？わかんないけど。どんぐらいすんの？これわかんない。わかんない値段が。イラスト違いの雪草木どんぐらいすんだ？ちょ、わかんねえけど、結構すんじゃねえか。かわいいな。で、墓穴の指名者。このボックスすげえな。このボックスすげえな、おい。ありがてえ。ありがてえ。スチームシンクロン。で、無限保養、ウルトラ。いいね。ウルトラもいい、かっこいいじゃないですか。ウルトラも、シークレットとまた違ってね、味がある。ファンタズメイのシーク。やべえな、このボックス、マジで。やべえからしか入ってねえじゃん。やばー。もう、この辺はなんか、売るわ、俺。緊急ダイヤ、列車ですね。で、ハリファイバー。もうなんか今やこれ、ハリファイバーなんか、200円とかで売ってるらしいですよ。200円とか俺、1500円とかで買ってた記憶あるんだけど、なんか、200円とかで売ってるらしいですよ、今。もう、すごい時代ですね。超融合ウルトラ。で、パンクラトプスシクかっこよ。かっけーかっけーパンクラトプスシクだって。やべえ、これ、ナグモさんにあげようぜ。これ、ナグモさんにあげるわ。ダイノが知ってるカードがね、バンバン出てきますよね。ダイザ来た。ダイザも式とかあるんでしょ、だから。
ドリーザの宿ちょっと欲しいんだけど。ちょっと欲しい。あ、レビオニア来た。レビオニアはね、ソウルフュージョン開けて、サンダードラゴンのやつ。ポルンガと一緒に開けて確か。俺。でね、20th Secret 出るまで、なんか、やろうみたいな話になって、多分動画にしてあると思うんですけど、二人でね、どんぐらいやっけな、なんか10ボックスぐらい開けて、やっと出た 20th が、確かレビオニアだった気がする。レビオニアの 20th ね、めっちゃ高いんだよね。あの時も確か最高値段がついていたのが、レビオニアだった気がしますね、20th の。今更死者蘇生のシークレットが来る。で、キメラテックメガフリーと、いいね。まあ、これはまあ、何枚あってもね、困らないカードですから。で、フライングペガサス、カガリ。カガリもさ、なんかイラスト違いあるんでしょ。なんか俺戦闘機組んでねえから、当たったら誰かにあげるわ。うん。で、合金、シークレット。いや、合金のシークレットとか絶対高いけどな、これ。どうなのこれ、でもこれ簡単にさ、このレアリティコレクションで手に入っちゃうからさ、暴落してんの、今。どうなんだろう。これ、こうやってやつめっちゃ高かったからね。週末、松吉も入ってくる。深淵に潜むものも入ってくる。ハーピーの羽ぼうき、マフージも入ってる。で、合金の、スーパーも入ってくる。いいね。なんか、あ、来た。冬桜。このボックスすごいわ。なんかすごいしか言ってないけど、ちょっと語彙力がなすぎてあれだけど、すごいね。あ、これだこれだ、なんか新しい、あれでしょ、これイラストでしょ、かっこいいし、かわいいな。でもこれ使われんだよ、俺。誰かいるこれ。誰かいます、これコレクターズレアってこれどんぐらいするんだろう。ちょ、わかんないな。ちょ、調べとくわ、値段。で、センサーは別に、これ最近買ったんだよな、シングルで俺。メルカリったからよ、最近これ。もうここで入ってくるの知らなかった。ゾウジーもシンプルに入っていく。いいね。なんかさ、これこのほんと買うだけでアドじゃないこのボックス。やばいんだけど。で、死者蘇生ウルトラレア、ミラクルフュージョンのシークレットかっこよ。かっこよ。これはもう、即座に差し替えだ。ヒーローデッキの、俺のミラクルフュージョン。確か俺、ミラクルフュージョンなんか、ノーマルかなんかだから、俺のヒーローの。バージェストマディノミスクス。これそろそろ、リンクスに欲しいってやつですね。除外するやつ。除外するってやつですね。で、わし、清原氏も、これ全部出た。なんか、手札誘発全部出たんだけど。やばー、このボックス。やべえな、このボックス。で、ディノミスクスシークレット、かっこいい。ディノミスクスシークレット、かっこいいな。なんか、エクシーズモンスターには、アノマロカリスってやつもいるらしいですね。俺、バージェストマレッキー詳しくないんですけど、なんか、僕、地学をやってたんですよ。高校の時なんか地学を専攻していて、なんか一番好きだったんですよ、地学が。で、なんかアロマロカリスっていうなんか史上最強のなんか、肉食動物みたいなのがいたんですけど、それもなんかエクシーズモンスターにはいるみたいな話を聞きましたね。で、エンゲージもシンプルに入っていく。で、ファンタズメイ、で、セブンスワン、福音シークレット、福音シークレットかっけえ、やべえ。これ、ボックス、3ボックスゴリゴリいくか。さあ、2ボックス目いきましょう。あ、プレミアムゴールドレア、なんかあるね。1枚。なんかあるわ。ここにあるわ。なんだろう。ちょっと楽しみにしていきましょう。スチームシンクロン、愚かな服装、花水木。あ、これ新しいイラストでしょ？レビオニアの。いいじゃん、かっこいいじゃん。シークレット。イラスト違いってなんかいいですよね。俺、一番欲しいのはでもインフィニティなんですよ。イラスト違いのインフィニティが一番欲しいんですけど。出てくれっかなぁ。ダイーザー。だからダイーザーもシークレットとかあるんだろうね、多分ね。超融合を、ね、スチームシンクロン、福音スーパー、松吉スーパー、ハーピーウルトラ、サンダーボルトシークレット。今やね、サンダーボルト OCG はなんか、入れてもいいっていうカードになりましたからね。制限改定でね。すごい時代ですよね。これ別に禁止じゃないですからね、今ね。入れてもいいっていうカードになってますからね。すごい時代だ。大鳥物スーパー、レビオニア、なんかレビオニア無限に出るな。やばいな。お、目覚めの戦列のシークレット、かっけえじゃん。これはでかい。今までシークレットだったんだっけ、目覚めって。いや、まあ、ブルーアイズデッキちょっと新しく組み直すか。で、墓穴、スーパー、でも墓穴も嬉しいですけどね。まあ、どうせだったらシークレットが欲しいですけど。で、雪うさぎ、あ、来た、いや、来た来たぞ、かっこいい。これが、新イラストの、サイバードラゴンインフィニティです。シークレットだ、やった、ラッキー。まあね、私は最近メルカリで20th Secret をなんか2枚ほどポチった、まあ、ポチったマンなんで、最近ですね。だから、デッキに入れるかって言われると、多分入れないっていう話になるんだけど、まあ、そうは言っても嬉しいわ。インフィニティのシークレット。イラスト、新イラスト。かっこいい。早くエクシーズ来ねえかな。リンクスにも。で、爆走起動、フライングペガサス。スタンダーボルト。今更サンダーボルト、いらないけどな。で、デスガイド。あ、
これでしょ、し、あの、シンギラスと春うらら。え、可愛いんだけど。ふぃー、幼女幼女。え、これいくらすんだろう。え、た、え、これさ、大暴落してんの今。だから、大暴落してるんですかね、値段的には。やっぱこんだけレアコールでバコバコ実装されたら、それはなんか大暴落しそうな気はするけどね。パンクラ、ね、金マン、で、屋敷わらし、で、ミラクルのシークレット、で、フライングペガサス、お、シェードブリガンダイン。いいですね。これもね、モンスターになれるから、結構強いんですよ。デスガイド、ハーピーの羽ぼうきのコレクターズレア。お、いいじゃん。コレクターズレア、ハーピーの羽ぼうき。お、かっこいいね。このなんか光り方。かっこいいかい？これ。デッキ採用はこっちやな。なんかかっけえわ。ネクステア、で、抹殺、竜騎士ブラックマジシャンガール。え、なんか、新イラスト欲しいね。竜騎士ブラックマジシャンガールの。で、屋敷わらしの、あ、これも、あれか？新イラストってやつか？シークレットだ。やべえな。なんか値段わかんねえけど。これ高えのか？これ高えのかな？ちょ、わからん。で、増殖するG。え、このボックスマジすごいな。このボックスなんか簡単に出てくるぞ。で、コレクターズの抹殺の指名者だ。なんだこのボックスは。紙ボックスだ。アビス、緊急ダイヤ、インフィニティ、あ、死者蘇生か。え、これはいらんくない？これはなんか、外れなんじゃない？さすがに。さすがに外れな気がする、これ。どうなんだろう。プレミアムゴールドレアって。プレミアムゴールドレアってさ、なんか全カードに存在するのかな？いらねえんだけど、死者蘇生は別に。これ外れくせえけどな、どうなんだろう。着替える、ハリファイバー、200円、カガリ、スティングレイ、ガメラ、深淵、で、冬桜、かわいいね。お、ネクステアの、そう、ネクステアのシークレットが存在するのか。ってことは、わかった。俺、サイバードラゴンデッキは、あの、一番最高レアリティで揃えるって決めてるんですけど、ネクステアは、シークレットにしないといけないんだ。これから。きつい！これ3枚集めなきゃ。これ3枚集めなきゃいけないんだ。マジか。ちょ、めんどくせえな。で、キメラティックメガフリートドラゴン、シェードブリガンダイン、セブンスワン、深淵、で、戦慄、センサー万別、死者蘇生、イロミスクスと。いや、今回の、いや、これ死者蘇生、これいらんくない？これ。これいるの？これ。これ、これ絶対いらんだろ？これ。わかんねえけど。価値わかんねえけど、これ。これ外れだろ？絶対誘発の方が高えだろ、これ。くっそ。ちょっと3ボックス目いきましょう。あとはちょっとコレクターズ的な意味で、あ、プレミアムゴールドエアっていうのは絶対1枚確定なんかな？絶対入ってんのかな？なんか一応ここに1枚ありますね。欲しいのはね、やっぱコレクターズ的な精神で言うと、あの、ブラックマシャンガール。リュクシーブラックマシャンガールが欲しいです、僕は。あと、そんぐらいかな、欲しいのは。ハーピーの羽坊き、ディノミスクス、ディノミスクス出すぎじゃない？シークレット。で、松吉、潜むもの、雪うさぎ、ファンタズメイン。ファンタズメインもさ、シークレットこれ2枚目だよ、多分。で、普通に嬉しいけどね。これはでも俺、メルカリ行きかな。200円。で、ダイーザー。で、リュクシブラックマシャンガール。これ、シンニラスとか欲しいんだよな。じゃあ、屋敷わらし、シークレット。どうなんだろう。この辺の、なんか、シンニラスのやつ高いのかな。ちょっとわかんないっすね。値段全く調べないで、今。あの、適当に向いてるんで、今。すげえなんか、適当に向いてる。マフージの方向シークレット。意外と意外とこれ高そうじゃね？マフージの方向のシークレット高そうじゃね？なんか、高えだろ、絶対。わかんねえけど。センサー万別、ねえ、冬桜、ねえ、超融合。超融合、いいね。こんなにいらないけどね、超融合。もう、もういいでしょ。どんだけドラグンデッキ組ませんだよ。VFD、デスガイド、墓穴シークレット、墓穴シークレットでかいやん。いいね、墓穴シークレット。いいじゃないですか。まあ、一応、トゥエンティースがありますからね、でも、墓穴は。で、ファンクラトップス、スーパー、合金、蘇生、カクリオの血桜、シークレット、かわいい、で、2連覇作る、スーパー、ファンクラ、シークレット、ファンクラシークレットなんかもう、ナグモさんにあげるわ、これ。ナグモさんに、満を持してあげよう。かがり、あれ、このボックス外れか、花水木、来た、コレクターズレア。コレクターズレアってさ、どんぐらいの価値あんの？ちょ、わかんねえんだけど。コレクターズレアの価値がわからんねえ男。どんぐらいすんだ？デュエルレンクスでいうところのなんか社員加工みたいなもんか。ちょ、わかんねえ。マジで。庭がすぎてわかんねえ。お、コレクターズアビスかっこいいじゃん。コレクターズアビス結構かっこよくない？これはありでしょ。コレクターズの光り方俺好きなんですよね。コレクターズの光り方好きな人います？俺結構コレクターズの光り方結構好きで。エマージェンシーサイバーとか。僕コレクターズで揃えてますけど。春、うらら。あー、セブンスワンかー。いやー、俺ね、エクシーズデッキあんまり組んでないからね、そんなにいらないんだよね。でもこれ絶対入れる人いるよね。
交換しない？着替える。でもなんで着替えるがここに入ってるんだろうか。着替えるってそんなになんかすごい今環境でなんか結構汎用的に使えるカードなんですかこれ。わかんねえけど。セブンスワン。あ、松吉のシークレット。かっこいい。松吉シークレット割とあり。福音スーパー。ガメラ。花水木。ミラクルフュージョンと。ちょっとシークレット以上まとめてみます。おい、なんだこのボックス。すごいな。並べきれないぞ。並べきれないっていうね。並べきれない問題っていうのが発生した。一応シークレットとなんかプレミアムゴールドレアを並べたんですよ、今。こんな出る？え、こんな出るの？え、出すぎじゃない？まあ、ちょっとプレミアムゴールドレアはちょっと若干なんかその残念なのが2枚ぐらいなんかある気がしますけど、高いのか？セブンスワンとか。まあ、ハルウラは結構あれですよね。当たりですよね、多分。わかんないけど、多分当たりですよね。あと個人的に嬉しかったのは、そのサイバードラゴンインフィニティのイラスト違いの、このシークレット。これね、これが出てくれたということと、あとそれから、ネクステアか。ネクステアのシークレットが出てくれた。これ3枚揃えないといけないね。個人的に。で、ダイナレスラーパンガラトップスはこのナグモさんにあげます。で、あとは、まあ、イラスト違いのレビューにも嬉しいんだけど、いやもうすごいのは、こんだけ手札誘発、まあ、シークレットとか、シークレット以上、シークレットとプレミアムゴールドレアが、ここなんですけど、それ以外にもね、こんな出てるんですよ。見てください。こんなに、なんか3ボックス開けただけで、各、なんか、4、5枚ずつくらい揃ってる感じするんだよね。まあ、無限保養とかは出にくいのかな？ちょっとわかんないんだけど、こんな感じで、すごいことになってます。このボックス。でも、さすがに売り切れてると思いますけど、まだ売ってるところがあればですね、皆さんもぜひですね、ご購入を、おすすめします。コレクターズレアは、こんな感じになってました。うん。結構ね、かがりがいいですね。かがりは。なんか、はじめ社長にあげるか。これは。はい。ということで、以上でございます。いかがでしたでしょうか？ちょっとまだね、6ボックスくらい、まだ届いてない部分があるんですよ。まあ、それ届いたら、もしかしたらまた追加で開けていくかもしれませんが、その動画もぜひお楽しみに。それでは、チャンネル登録およびグッドボタンを押してお待ちいただければと思います。またの動画でお会いしましょう。バイバイ。